ゼノブレイド、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ガドを倒したところで、先へ進んでいきましょうか。ちなみに難易度はそのままです。あれ別に上げても、ねえっていう気持ちもあるからな。どっちでもいいっちゃいいんだけど。ブドウゼンマイ、足りないな。バーネアか。今まで何をしていた？エギル、なぜそうまでして巨神を倒そうとするの？私たちはあの戦いにも生き残ったのよ。すべての同胞と共に新天地を求めてもよかった。いえ、今からだって。モナドの輝きに焼かれた者たちの怨念、それは永遠に言えることはない。死んだ者の仇討ちより生きている者の方が。いえ、ヘギル、私はあなたに生きていてほしいの。あなたはまるで死に場所を探しているとしか。生も死も今の私にはどうでもよいのだ。この耳に残る同胞たちの苦悶のうめき、これを消すまでそれ以外の言葉は聞こえぬ。エギル、ついにここまで来たか、モナドの継承者よ。あなたが鬼神会盟主エギル。いかにも。そうか、我がフェイスヤルダバウトを降りた私と相対するのはこれが初めてか。たとえこの身一つだとしても、貴様などに遅れを取ることはありえないぞ。待ってください、僕は戦うために来たんじゃない。臆したか。ならばモナドを差し出して膝をつくがよい。あなたに下るために来たわけでもない。ただ僕は知りたいんです。ほう、一興だ。問うてみるがいい。この鬼神会帝都で僕はマシーナの伝承を見た。あなたが巨神と戦う気持ちは分かったと思う。だけどなぜ鬼神兵に巨神会に生きる者たちを襲わせるんだ。何がおかしい。僕たちだってこの世界に生きる命だ。ハイエンターやノポンとそうしてきたように、マシーナとだって手を取り合えるはず。小僧、兵糧攻めという戦術を知っているか。もちろん。補給線を断ち、籠城する敵を食糧不足に陥らせる戦術だ。ならばそれが確実な勝利への手段であることがわかるはずだ。私は巨神界に生きる者に恨みも憎しみも持ってはいない。ただ同胞の命を奪った縁敵、巨神の打倒のためその力を削いでいるだけのこと。どういう意味だ。まだわからんか。巨神界の全ての生命、巨神が己の餌として育て上げたものよ。え？この世界に存在する万物の根源元素エーテル、私の体もお前たちの体もそのエーテルが元となっていることは知っていよう。ああ、エーテルとは力。お前たちはその力の源。巨神から生まれた命はやがて死に、そのムクロは巨神へと帰る。我が鬼神とは異なり、巨神はその帰った生命の持つエーテルを糧として存在しているのだ。やがて目覚めの瞬間にはより大量の命を必要とするであろう。そんな。ふざ
けるな。ただの食い物だって言うのか。俺たちがお前たちをそのように生み出したのは巨神だ。私ではない。じゃあ巨神界に攻め込んだのは巨神の力を弱めるため。いかにも。貴様らは打倒すべき敵に食われる小虫にも等しい存在。手を取り合えるなどと思い上がるな。思い上がりだって。あなたが巨神に奪われたマシーナの命を悲しむように、僕たちだって鬼神兵に殺された人たちのことを思って苦しくなる。その気持ちのどこが違うって言うんだ。何も違わない。確かに。だったら なぜお前は私に問答を挑む。私は同胞の仇を討つために己の全てをかけてきた。お前はどうなんだ。決まってる。だから今日まで戦い抜いてきたんだ。ならば私を討つがよい。言葉ではできんぞ。ただ力のみがそれをなす。シュルク、ムカッパラは立つがこいつの言う通りだ。ああ、深海名手エギル、マシーナの命も巨神界に生きる全ての命もみんな同じなんだ。それをあなたに分からせてみせる。戦うのか。なんかな、相手もそんな悪くないって思っちゃうときついな。サクッとやるか。よいしょ。よいしょ。これでも難易度下げてるけど普通にいけるか。よいしょ。ん？よし。連携でいこう。ぼかすか。効くのかな、そもそも。あ、いけるな。よし。オッケー。よしよし、気絶まで入ったから。よいしょ。よし。オッケー。モナド。ほい。よし、もう一回こそ。これだけでいけるな。ほい。よし。バックスラッシュ。ショートファイル。ほい。キャノンフラップ。これ強いんだよな。倒していいのかな。でなぜここまで。わかるはずだ。あなたになら。同胞を守ろうとする意志の力とでも言うのか。お前も同じか、バネア。巨神界の者に組みし、私を撃つのか。自らの生存の権利すら捨てて。そうよ。それが私たちの運命なら喜んで受け入れるわ。それは里の者たちも同じ。生き残ったわずかな同胞ですら私を裏切ったか。面白い。違うわ。里の者たちも私も戦いを止めたかっただけ。エギル、あなたと平穏で安らかな日々を送りたかった。ただそれだけなのよ。よまいことを。巨神滅せずして我らに平穏は訪れん。兄様。この刃あと一歩届かなかったようだが。頭ぐしゃっていかれんのかと思った。金色の騎士兵、さ
秋の小虫呼ばわり、詫びるとしよう。貴様は私の全力を向けるにふさわしい相手であった。シュルクよ。これが貴様なんとかなるか、なるか。思い切れ。シャドウアイ。これこそ我がピンで、横から。それでは届く。アーツ封印か。結構打ってほしいな。モナドなら切れる。まあでもこれでもなんとかいける。いった。ん、死んだ。イベント戦か。滅ぶがよい。シルク、いや、ザンザよ。ザンザ。シュルクを殺させはしない。お前はその光、やはりそうか。思い違いであればどんなによかったか。そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。我らと共にあるとおっしゃったあなたが。メイナス様。そうよ、メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。私は待ったのだ。あなたが再び目覚め、光に満ちた世界を作り上げる日を。なのにあなたは裏切るのだ。私を、あなたをたたえ敬い、そして死んでいった同胞を。お願い、私の話を聞いて。エギル。聞こえぬ。もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが炎敵の剣道。所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ。レイナ。エギル。最悪のタイミングでダウンロード。信用、メイナスの代わりにこの我が身を、心を、お前の新たな魂として捧げよう。我が魂魄を取り込み、今こそ蘇れ、神よ。逃げるんだ。ここからこの帝都全体が消えてしまう。シュルク、逃げるってどこへ。とにかくこの帝都の外へ、できるだけ遠くへ。ガード、どこへ行ったの。何やってるカルナ。ガードが、ガードがいないのよ。今は自分のことだけ考えろ。いやよ、ガードはどこ。ガード、しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガードだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いないだろ。ライ、よし行くぞ。
シェルク！カード！間に合ってよかった。あんた。カード！約束果たせたな。生きろよ、カルナ。いろんなことがありすぎだわ。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。